ディディウス・ユリアヌスの効果。マルクス・ディディウス・セヴェルス・ユリアヌスは、第19代ローマ皇帝で、ご皇帝の年における2番目の帝位制者。自由民階層の出身であった先帝ペルティナクスと、違い高貴な血筋であったが、知性は同じく短命に終わった。マルクス・ディディウス・セヴェルス・ユリアヌスは、クイントス・ペトロニウス・ディディウス・セヴェルス将軍とアエミリア、クララの長男として生まれた。 父クイントスは、メディオラヌム一の名家であったセベルス家の当主で、母アイミリアは、属州アフリカに植民した上流貴族の末裔であった。アイミリアの一族は、サルウイウス氏族に属しており、第七代ローマ皇帝、マルクス・サルウイウス・弟とは、親戚関係であった。出生年月日については、カッシウス・ディオは133年1月30日と記述しており、 ローマ皇帝群像は137年2月2日と主張している。宮殿に上がったユリアヌスは、マルクス・アウレリウス帝の母であるドミティアル・ケッタの引き立てによって昇進したと考えられている。彼はかなり若い年齢で、出世の入り口であった20人間に任命されており、家柄を考慮しても異例の抜擢であった。153年にマヌリア・セカンティラと結婚。 長女ディアクララを設けた。ユリアヌスは財務官や造営官を歴任して功績を挙げ162年に法務官に除任された。彼は第22軍団プリミゲニアの指揮官としてモゴンティアクムに赴任した後170年から5年間に渡ってガリアベルギカ総督を務めた。任期中にエルベ川沿いに定住していたカウキー族を討伐した軍校から ペルティナクスの共同執政官に就任した。続いて彼は、カッティ族に対する戦いでも勝利を得て、ダルマチアとテイチュゲルマニアの総督職へ立て続けに任命された。ユリアヌスは、総督の特権ともいえた蓄財で得た財産を、惜しみなく本土の貧困階級に分け与え、高い名声を獲得した。アウレリウス帝から、子息のコンモドス帝の知性に移り変わると、性的から、 皇帝暗殺を企てていたと告発された。しかし裁判で無関係であったことが分かり、逆に性的の側が罪人として処罰されている。コンモデス帝からは、ビチュニア総督に任命され、首都長官に栄転したペルティナクスの公認として、アフリカ総督にも就任した。193年、コンモデス帝が暗殺され、さらに定位を散脱したペルティナクスが元老院と、 このタ体の支持を失い、わずか3ヶ月で暗殺されるなど、不安定な情勢が続いていた。ペルティナクス死後、適当な皇帝候補が見つからなかったことから、元老院に相談なく、このタ体主催による、前代未聞の定位競売が行われた。競売が始まると、先帝、ペルティナクスの妻フラビア・ティティアナの父で、首都長官として、軍の説得に向かわされていたティトス・フラウィウス。 スルピキアヌスが真っ先に名乗りを上げた。同じ時、ユリアヌスは妻と娘と夕食をとっており、ようやく競売会場にたどり着いた時にはすでに門が閉まっていて入場できず、外から大声を張り上げて競売に参加したと伝えられている。兵士たちは二人の競売者の間をせわしなく移動して、いいねを上げ続ける両者にお互いの金額を伝えていった。最終的に、 前後の衛兵に2万セルティウスの支払いを約束したスルピキアヌスにユリアヌスは自分は2万5千セルティウスを支払うと宣言した。しばしの協議の後に兵士は門を開けユリアヌスに皇帝陛下と呼びかけて宮殿へと招き入れた。元老院はユリアヌス側についたこの遺体に同活されて意見することもなく皇帝即位を了承し妻にも皇妃の称号を与えた。 当然ながら、定位競売を終分とみなしていた民衆は、金で定位を買った、新皇帝を冷ややかな態度で迎えた。ユリアヌス帝が人前で現れると常に、群衆の一部は、定位の三奪者と陰口を叩いた。ある時には、民衆から投石され、元老院議事堂へ向かうのを妨害されたこともあったと言う。こうした民衆からの不支持は野心を抱く各地の、 将軍たちの知るところとなり、コンモデステイ時代の重心であったシリア総督、ペスケンニウス逃げる、ブリタニア総督、クロディウスアルビヌス、パンノニア総督、セプティミウスセウェルスの三者が反旗を翻した。三人の定位請求者に対して、ユリアヌステイは地理的に近いセウェルスを最も警戒して、元老院に命じて国家の敵に指定した。また、 戦いが避けられる場合に備え、長く戦争そのものからは遠ざかっていたこの遺体に、カンプス、マルティウスで徹底した再訓練を行わせた。しかしクリ,ッリウス・クリスピノス将軍率いるこの上軍団は、本土に迫ったセウェルス軍に敗北を喫している。戦争から遠ざかったこの遺体は堕落しきっており、今やローマ再生への兵団ではなくなっていた。セウェルスは、 同じ転移請求者であったクロデュース・アルビヌスを副帝にする密約を結んで本土を挟み撃ちにし、ラベンナに進軍して、同地の海軍を掌握するなど駒を進めていった。窮地に立たされた、ユリアヌス帝はセウェルスを共同皇帝にするなど、講和案を提示したが、民衆の指示を得つつあったセウェルスは、提案を無視して、進軍を継続した。配色農耕の中で、この得体も、 ユリアヌス帝からセウェルス側に寝返り、最初から敵対していた元老院はセウェルス帝の定位を認め、さらに定位競売を無効としてユリアヌス帝を戦勝帝と断劾する決議を行った。ユリアヌス帝は失政官であった娘婿、セクストゥス・コルネリウス・レペンティヌスを除いて有力な進化を失い、議決後の193年6月1日に、 この衛兵によって暗殺された。ローマに入場したセウェルスは寝返ってきた。この衛兵隊を解散する宣言を出した。意外は娘に渡され、父や祖父の眠る土地に葬られたと伝えられている。歴史家カッシュースディオによれば、ユリアヌステイの最後の言葉は、私が何をした、私が誰を殺したというのだであったという。ありがとうございます。